の顔で、あの声で、手柄頼むと妻や子がちぎれるほどに浮かぶ門戸の輸送船、さらば祖国よ栄えあれ、遥かに拝む救助の空に誓ったこの決意、この馬と飲まず食わずの日も3日、捧げた命これまでと、月の光で走りがき、あの山もあの川も赤い忠義の日がに国まで届け、暁にあげる子あのこの外観。